世界でナンバー1とも言える通常動力型潜水艦を建造する非凡ですが、昨今輸出の話が出てきている。そこで、今回は国家機密の塊でもある海自潜水艦大芸の先行進度が発覚した話を詳しく見ていきましょう。設計上では1000メートルはいけるんですが、なんと攻撃もできる設計です。ただね、六門が開いたらどうなんだろうね。ちょっと気になる。大芸型で充電時間がさらに短くなっている、これは恐ろしいよね。日本の防衛省で運用している国産装備品の中でも、海上自衛隊における通常動力型潜水艦の建造技術は、自他ともに認める世界トップクラスである。海上自衛隊の潜水艦が国産で建造されるようになったのは、1960年に就役した通常動力型潜水艦、親潮を皮切りに、薄潮型、有潮型、春潮型、親潮型、そして、現時点で、海上自衛隊潜水艦隊の主力となっている双竜型が生まれてきている。この60年以上にわたって、大東亜戦争前に200隻を超える潜水艦を建造してきた技術を活かした上で、使われる鋼材や溶接技術などの進歩による先行進度の増大、蓄電池の性能向上、ソナーなど探知機能や情報処理システムの性能向上、静粛性の向上も著しい。その潜水艦建造技術の集大成ともされているのが、現在も新たな建造が進められている大芸型通常動力潜水艦となる。大芸型潜水艦の艦体は、基準排水量約3000トン、全長 84.0M、最大幅 9.1M、深さ 10.4M の規模で、これは通常動力型潜水艦としては大型の部類であり、前級の双竜型と比較しても、一回り大きくなっている。艦隊の大型化とともに、双竜型の10番艦まで搭載されていた、スターリングエンジンによる非対機依存推進 AIP システムが廃止されたことによって、艦内の拡充化も進み、居住区内に仕切りなどを設けて女性用居住区を確保するとともに、シャワー室の通路にカーテンを設けるなどして、配置制限が解除された女性自衛官 WAVE の上官勤務に対応した偽装が行われている。また、外観上の特徴として、双竜型から採用された X 舵が踏襲されており、従来の潜水艦における後舵装置は、左右への回答を担当する垂直舵と上下の姿勢制御を担当する水平舵による十字型舵が数多く採用されていたが、X 舵では、4枚すべての舵を45度ずつ傾けた形で設置され、4枚の舵すべてが、回答と姿勢制御に関係している。そのおかげで、艦の機動性が高まるほか、1枚の舵が、何らかのダメージを受けて損傷したとしても、他の3枚でカバーすることが可能であるため、冗長性にも優れ、さらには機、底時、シム座時、接岸時における舵の損傷を防ぐことができるというメリットまで追加された。以前、アメリカ海軍の実験潜水艦、アルバコアで X 舵が装着されて、試験が行われたことがあるが、アメリカ海軍での採用は、操作性の問題があるとされて、実用化は見送られていた。一方で、ヨーロッパの海軍を中心に、採用例が多数あり、スウェーデン海軍では、1960年代末のシェーオルメン級から、すでに X 舵が採用されていた。また、船体構造においても、新機軸として浮き課題が採用されていて、これは、世界でも、多くの国の潜水艦で採用が進みつつある浮き甲板、フローティングデッキと似たようなもので、艦内雑音の発生を抑えるとともに、対衝撃性能の向上が期待できるらしい。この艦隊に搭載されている機関はディーゼルエレクトリック方式で、1番艦、大芸、2番艦、枠芸、3番艦、神芸までは、川崎重工業製の 12V2525SB ディーゼル機関2機が積まれており、潜航中は、高出力リチウムイオン蓄電池によって、一軸スクリュープロペラに推進力が与えられて、水中最大速力20ノットで潜航できる。双竜型においては、10番艦の双竜まで、潜航時の動力として、スターリングエンジンによる非対機依存推進 AIP システムが搭載されていたが、AIP は、出力が低くて、
潜航時には4から5ノット程度しか発揮できないため、水中で高速力を得る際には、従来通りの鉛蓄電池によってモーターを回すか、もしくは浮上した上でのディーゼルエレクトリック方式を用いなければならない。防衛装備庁では、次世代の潜水艦用蓄電池として、リチウムイオン蓄電池の開発を1997年から取り組んでいて、この蓄電池を使うメリットとしては、従来の鉛蓄電池と比べて、水素ガス発生の危険がないことや、重量容積あたりエネルギー密度が2倍以上になる強力な電池であることと、繰り返されるミツル放電回数も 1.5 倍長持ちになるなどのほか、満充電になるまでの時間が短く、自然放電による電気容量の低下も抑えられ、効率放電を長時間持続できるなど、たくさんの優れた特性を持っている。中でも、満充電に関しては、鉛蓄電池の場合は、発電機の出力に余裕があったとしても、低い電流量でしか充電できず、さらに、満充電に近くなると少量ずつしか充電できないことから、作戦行動中の海域では長時間浮上して満充電することは、危険が伴うため不可能であった。それに対して、リチウムイオン蓄電池では、それらの制約がないことから、潜水艦に最適な蓄電池として期待されていたが、発火しやすいという欠点があるため、潜水艦への搭載は困難だとされていた。そこで、日本の企業と防衛装備庁が、リチウムイオン蓄電池の欠点を克服して、潜水艦への搭載を可能とした。そして、潜水艦用リチウムイオン蓄電池は、双竜型11番艦、オウリュウに搭載されることが決定し、その採用にあたっては、スターリング AIP システムを保留して、それまでの鉛蓄電池だけをリチウムイオン蓄電池に置き換える方法と、スターリング AIP システムと鉛蓄電池の両方ともリチウムイオン蓄電池で置き換える方法が比較検討された結果、後者の方がコストは高くなるものの出力が大きくなることが確認され、既存の潜水艦や AIP 搭載潜水艦よりも高速で長時間の連続潜航ができるようになった。また、タイゲイ型では、光ファイバー技術を用いた新型の高性能ソナーシステムが装備されたことで探知レベルがアップし、OIX-1 情報処理サブシステム ZQX-12 潜水艦戦術状況表示装置潜水艦情報管理システム機関ネットワークシステムの採用によって C4 アイスターにおける情報処理能力も向上している。それらの他に大きな変更点としてあったのが潜望鏡である。潜水艦といえば、映画などでよく見かけるのは、艦隊の頂部から出てくる潜望鏡があって、それを挙げて、艦長などが覗き込んで海上を確認している光景だが、タイゲイ型では、その光景が見られないのだ。既存の潜水艦には、捜索用と襲撃用といった2本の光学式の貫通式潜望鏡が採用されていて、昼間用と夜間用として使い分けられているらしい。光学式潜望鏡とは、セイルから頂部の発令所まで貫通していて、それを除いて海上を確認できるのは一人だけであるため、その一人の能力によって状況判断を間違える危険性があった。しかし、双竜型で1本搭載されていた非貫通式潜望鏡が、タイゲイ型では2本搭載されることになり、潜望鏡の先端にあるカメラによって撮影された映像が、発令所の大きなモニターに表示されることで、複数人が、同時に、海上の状況や目標を確認できるようになったため、より、識別や判断の精度が高まったのである。また、従来までの光学式潜望鏡は、セイルから、発令所までを、1本の筒が貫き通していたため、その部分の水圧に対する強度が低いという欠点があったが、非貫通式潜望鏡では、カメラによって撮影した映像は、配線を通して発令所に伝わるため、潜望鏡自体が船体を貫き通していないことから、艦隊の強度を高めた。中国との有事が発生した際には、このタイゲイ型通常動力潜水艦が、中国海軍の大きな脅威となるだろう。